どうも、みやです。どうも、あさりです。はい。はい。というわけで、金曜日、ストリーマーズコロシアムに出させていただいて、はい、おめでとうございます。はい、勇者を倒してきたので、ちょっとね、今日その時に使ったデッキをせっかくなんで紹介しようかなと思います。はい、レシピがこちらです。ドドーンと。まあ、普通のアリーナス。まあまあまあ。滑り床アリーナ。で、まあ、せっかくなんでということで、まあ、フローラ入れてます。これ結構ミラーマッチにも強かったり、あとデシカにも結構刺さったりするんで、うん、モリーに使うと強いんで、うん、モリーに対して使うようにフローラ足してテンションスキル使っておくとかしておくといいかもしれないですね。うん、で、やっぱリスが強いのと、で、瞑想は1枚積んでるんですけど、毎日環境が変わるからアグロが多いだったら瞑想2枚にしちゃってもいいかなっていうふうに思いますね。うん、無鉄砲とかでやっぱそういうの入れ替えるんですか？そうですね、無鉄砲はまあ本当に、まあ、無鉄砲も強いっちゃ強いけどね、結局ブロックを前に出させて回し入れとかもできるから、まあ、でも瞑想変えるんだったら、どこだろうな、聖剣好きとか闘魂打ち1枚抜いてもいいかもしれないですね。はい、まあこれでやっていきたいと思いますんで、はい、行きましょう、やっていきましょう、行きましょう。これでテンションバリバリ回していきたいですね。うん、最近ね、奇跡テリーが強いんですよ。うん、で、まあ、タケさんも言ってたんですけど、初代勇者のタケさんも言ってたんですけど、やっぱ奇跡テリーはアリーナに対して強い。あ、だからね、アリーナが増えると奇跡テリーも増えるっていうふうにね、思いますね。若干やばいかもしれないですね。見せてやるぜ。テリーは普通にやっぱ強いですよね。強いね。ミニアとかゼシカにも強いじゃないですか。うん、盤面にあんまりそうユニット出さないくせにそう大ダメージ出してくるから。それな、何がやべえってさ、あいつ変えてくんだよな。なんつうの、全然ノミューで盛り返してくんだな。俺のターン、奇跡の強い。しかも AOE もあるし。そう、ミニセコイって言ってるとコメントで、いやおめえらアリーナ使って何言ってんだって言われるからここ変えられちゃったね。うん、確かに。この前さ、テリーと当たったんだけど俺の滑る床全部これで浮気してきて早すぎる俺1枚どうしたんですか？いや、2個作ったのに。ああ、そうですね、浮気してきてさ、ブチ切れそうになったよ俺マジでいやいやいや、1枚の人の方が多い気もしますけどね、床のやつ。はい、ニコスの武器呼ぶやつ。普通に俺の滑る床をどっちもこれにしてきやがったよ俺もタイプシルバー黒だっけ。ん、いやいや、武器入れとけばよかったなと思って。ああ、なるほどね。自分でそのぐらい腹立ちました結構これ除去札が多めなんで。確かにいいっすねいや、よくないでしょ、ユニット欲しくないですか？あ、引くでしょ、そろそろ。この黄色系のカードは全部ねアリーナがあの運動してるやつ、この北斗の剣的なノリ。北斗の剣の闘神ステージって感じ分かる人が少ないんじゃないですかいきましょう。シンプルですよね、デザインが。何がこれ？いや違う、これ闘魂した聖剣できてマジゲー方向変えてるだけやんっていう。いや、やってることは違えだろこの2つでしょ、どっちかって言ったら。そうっすね、こっからこれなんかニコマ漫画みたいなやつドーンみたいなねこれね、はい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 って言ってたの、はい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 に見えなくはない。どうしますかこれ？どうするの、コースもねえよ。なんか引くんだよ、やべえなこれ。おお、テンション使うわ。当たりどうかかな。お、当たりどうかマジ弱いけど、うん、か奴隷、奴隷やったらダメじゃない。それダメ。それどこに打つ？奥。
できることはすぐにやったわね。俺のターンだ。奴隷は24だよ。でも次のターン奇跡装備されて上から取られて終わりや。覚悟しておけ。ほらとか言ほら私のターンで。よし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 、いいです、いいです。フレッシュは使わないです。はい、見せてやるぜ。さすがに、まあ瞑想1枚引けたんでかいですね。うん、これは切り裂きピューラーですね。雑に使ってもいいですね。そうだね、どうせテリーなんで。結局この回し蹴り聖剣好き、回し蹴りっていうカードがあまり機能してないんですよね。裏出し盾魔人、おっと、ここはあれっすか、ネクロバルサを大事にしていきたいスタイルかな。リスりますか。リスりたいけど、その前に塔の兵隊出しとくわ。ちょっと待ってよ、とりあえずまずリスるか。リスから行って、はい、テマジンがショル、うん、ではとりあえず行きます。これケース、私の技リスリスリス魚の子全然魚じゃないですけど、バリバリリスの子さん。テンション使わなくていいな。早くしないと。こうだな。はい。できることはすべてやったわね。できることはすべてやったわね。似てる？似てますわ。おお。テリーの3倍似てますわ。マジ？でもやっぱ、まあ、しゃあがないとはいえ、縦魔人の処理のためにリスを1枚切るってもったいないですよね。いやでもいいんじゃないですか。まあでも奇跡降らせれるのか。あ、触れてなかった。振らない振らない、すげえんだよな縦魔人が。結局のところおかしいだろあいつ。聖剣好きと2枚目があるんだ。ストレートパンチ2枚目があるんだ。うん、どうしようかな。うん、聖剣好きも打てるのか。切り裂きベビーパンテンション、だがしかし、テンションですか？いや、無鉄砲じゃない。マイユー用。マイユー用というか、あの、こいつをここからどかせたいですかね。うん。ついでにマイユーも貯めたいってことですよね。そうですね。まあ、ここぐらいしか打つタイミングないかなっていう。これネクロバルサ出せないじゃないですか。うん。マジでここってタイミングで無鉄砲引くことって多いですか？いや、なんか雑にそれこそあのなんつうの、1コスなんで、うん、赤リリスでリス4体出してから打つとかでも、うん、結構それだけで4稼げるんで、うん、結構違いますね。これワンチャンありますね、マジで。全然これでも手札ないんで、うん、普通に回し蹴りバチコン決めてで瞑想ありますし、聖剣好きとストバン取るか。でも良さそうですね。聖剣好き。いや、これあれで取るか。キラムジェン取るか。ね。うん。テンション使わせていく。ギガスラッシュ。だから止めますよ。ギガスラッシュ別に良くないですか。飛んでこいって感じですよ。ドレアム降臨、次ドレアム飛ばすしかないっしょ。
おお。ライブクロフ。ネクロバルサ来ますよ。ネクロバルサ来んなよ。ネクロバルサ来たらマジ辛いんだって。ネクロバルサ来たとしてもこのターンは多分あのこいつに多分攻撃しないといけないと思うんですよ。うん。あれなんで5点なの？あれだよ、あれしたから。あ、手入れしたから。手入れ、手入れ、ね、お手入れお手入れしたから。お手入れ、素敵なお手入れ。めっちゃ考えるやん。俺らもそうだね。悩ましいな。落ちた。お、来た。行くぞ。勝利をこの手に。さあ、俺を倒してみろ。間に合ったか。素晴らしい。カードゲーマーの心理やね。しかし最強カード購入した。いきます。いいですか。はい。もうこっちパワーカードがドレアムとマイグラスですね。あ、モリーがいいのか。そう、俺はモリー。ね、そう。はい。あとリスももう一枚いんな。削れるか。手札がないとはいえ普通に多分ドレアム飛ばすような気がしますわ。笑い袋で。ここネクロバラス出されるだけでかなりきついけどね。ですね。うん。カラクリ将軍とかでもだるい。そしたらモリ出してもう次のターン回し飛び蹴り飛び蹴りからあの回し蹴りかましましょう。で、うわあ、こいつのステータスまで強えな。うん。マミーですかね。いや、ネクロバルト出される前にあれか、ダークドラム出しとくべきだった。やめて。でも次のターン相手リーサルなかったらワンチャンモリー出しちゃっていいか。もうメラゴ回して取りますよ。え、あ、取れるじゃん。来たわ。いきます。はい。さあ、共に勝利をつかもうではないか。眉どのぐらい溜まってんのかなこれ。いや、そんな溜まってないはず。使っといていいかな。使ってテンション上げて12、12にしとくのもありかなと思ったんですが、まあ、いっか。何なってんの。ここはテンションスキル使ってモリとか殴ってくれるんだったら全然いいですしね。うん。まあそれこそダークドラムとか、まあさすがに多分まあ溜まってないと思いますけど、出てくるんであればドラムで返せると。うん。まあ、このモリを返さないと相手としてはかなりやばいと思うはずなんで。デュース。ドゥドゥラーン。ドゥ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 。平和ですね今日も。やべ、ダメージでけ。うん。あー、あれがでけ。来るやん顔面で。あ、そっち来る。モリ取らず。なんで？なんで？どうしてなんだよ。プレステンション行きますわ。何ですか。
なんすか、なんか俺間違えました。いや、何のあれなんですか、今飛び切りのやつ。え、飛び切りしようと思った。あ、モリーのテンション上げるじゃないですか。そうそうそう。だってこれあれっすよ、飛び切りして、うん、ストパン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 、さあ何を引く。いきます、さらば。なるほど。いやもう手札がないんでウォール張れないと思うんですよ、うん、で奇跡の回復で3点回復しても11点なんで、これテンションつけてたら7点じゃないですか。そうですね、あっても多分13は削れないと思うんですよ。なんでここはウォール張れないプラスでデュラも使ったんでっていうことで、アンルシアはもうガンムシと、うん、アンルシアはもうしゃーないっしょ。アンルシアいたら多分森に打ってると思うんで、うん、思いません？いや普通に今のデュラン取らないんですかね。取らないですか。デュラン取ってもかなと思ったんですけど、あの顔に来るのが怖いからってことですか。もう、結局他で顔面来たらきついのかなっていう。全然これだってデュラン殴れないじゃん。まあそうですね、勝ちっすね。今しげりも、いや分かんない、ミスってるのかもしれない。デュラン取ってもいいと思いますけど、もちろん、うん、デュラン取ったとし、デュラン取った方が楽だったんかな。まあ、いやでも今のリーサルの確率めちゃくちゃ高いんでこれ全然いいんですけど、うん、デュラン取った場合の方があれなのかなと思って、安定はするみたいな。そうそうそう、結局サンディは確定で1枚手札に加わるから、サンディ抜いて3枚しか相手の手札がないと、うん、その場合に、ウォールを張れる確率結構少ないと思うんですよ、テリーで。うん、そうですね。だからそのメアさん言ってるのは今回分かるんですよ、めちゃくちゃ。はい、まあ、実際勝ってるし、これで成功してるわけだし、はい、どっちなんですかね。いや難しいです、気になるねこれ、気になるね。はい、というわけでまあ奇跡テリー、はい、なんとか勝てましたが、よかったですね。が、はい、いやそれも気になりますわ。みんなちょっと気になりますね。僕はいや、メアさんのやつはでもあの感じだともう9割方入るから、次のターンリーサルが、そう、あの全然いっていい択ですけど、みんなはどう、どっち派なんだろう。多分安定してるのはでもアンソニーが言ってる方だと思うんですよ。あのデュラントの方ですか。そうそう、でも俺が勇者杯で、勇者杯とかの大会でやるのはあっち、俺だと、俺の方かなって思ってる、正直。うん、なんか、うん、俺もだから結局この前のストリーマーズコロシアムも僕ダークドラム通して勝ったんですよ、うん、あれも結構考えてたんですけどね、僕あの相手絶対こそ下がってないからっていうのとかも考えてたんですけど、結構ね攻める立ち回りってやっぱ重要なのかなっていうふうに思うことがあるんで、まあ、そうですね、大事ですね、はい、ちょっとよかったらね、皆さん、皆さんね、はい、よかったらコメントを、気になります、気になりますね、はい、というわけでご視聴ありがとうございました、はい、また次回の動画でお会いしましょう。またね、はい。